なんだここは。フッサですか。フッサとかハイジマとかその辺っぽいんですけど、デルパラってことは多分パチンコ屋ですかね。ちょっと今滝に向かってるんですけど、急に滝に向かってるとか言ってもちょっと意味わかんないと思うんですけど、日本の滝100選ってあるじゃないですか。多分日本の滝を100個選んだやつだと思うんですけど、その日本の滝100選に東京都で唯一選ばれてる滝があるらしいんで、日野原村とかあの辺にあるらしいんですけど、ひたすら Google マップの言いなりになってここまで来てるんですけど、ちょっと知らない道ばかりで戸惑ってますね。ちょっとね、つい最近まで僕アキルノの先が奥多摩だと思い込んでたんですけど、全然違いましたね。奥多摩に行くのとアキルノに行くのは全然違うもんなんだなっていうことをつい先週ぐらいに理解しました。もう奥多摩なんて何回も行ってるんですけどね、やっと分かったっていう、そういう言いかけんな人間なんですよやっぱり。すごいよね、よくこんなやつがブラジルとかまで出張自分で行くよなと思いますよ本当に。よくさ一人で海外とか行くよねって思うんですよ。だ仕事でなんか気を張ってるから、ある程度こうリサーチする気力も湧くんでしょうね。趣味でバイク乗ってる範囲だと一生懸命道を調べようとか覚えようとか、なんかそういう思想がもう全然ないみたいですねこの人間は。そうなんですよ、僕仕事で行った土地は道とかすっごい覚えるんですよ。未だにブラジルのサンパウロの空港からホテルまでの道のりちゃんと覚えてるもん。サンパウロのグアルロスって死ぬほど言いづらい空港なんですけど、上司から散々治安が悪いよって脅されて行ったんでね、多分相当気を張ってたんでしょうね。まあ今時は Google マップとかねスマホとかあるからさ、もうとりあえず Wi-Fi だけ持っときゃ海外一人でいきなり知らないとこ行っても大体なんとかなっちゃうんですけど、すごい時代ですよね改めて考えるとね。もし自分が20年前に今の仕事やってたとしたら、もう多分サンパウロ行けないもん。飛行機の乗り継ぎすらよくわかんないわみたいな、なんか旅行代理店の人に聞かないとわかんないみたいなさ、もし自分がそんな時代に仕事したらって思うとちょっとゾッとしますよね。だからもう本当にゆとり世代ど真ん中のデジタルネイティブなもんでね、もうダメですよ、スマホがないと生きていけないです。なんかここはやっぱ起伏がすごいからか、なんか景色がさすごい変化が激しいんですよね。急に開けて急に山がめっちゃズドンって見えるみたいなさ、なんか自転車とかで生活するのめっちゃ大変そうだなこの辺。僕実家が利根川の近くだったんですけど、利根川の近くってあんまりこういうなんか起伏が激しい土地ってそんなにないんですよね。荒川周辺って結構そういううねうねって多いイメージなんですけど、利根川ってやっぱそんなになんか周りの地形が上下してる場所がないイメージなんですよね。そういうなんか流域面積的なことなんですかね。なんかちょっとタモリさんとかに聞けばわかるかな。まあタモリさんに聞くっつてはもちろんないんですけど。まあなんかね、そういうなんか地理的なこととかね、土壌の話っつったらもうタモリさんが一番もう第一人者だと思ってるんで僕は。面白いよね。でも実際さ、こういうなんかバイクとか乗ってその土地に行っちゃうと、そういう面白い地形とかになんかやっぱ目が行きますよね。バイクってやっぱ四輪と違って もろにその坂道の負荷を受けるじゃないですか。まあ景色もダイレクトに目に飛び込んでくるし、なんかそういう土地を見ちゃう、なんか土地を見てしまうってなんかあれですね、地面師みたいですね。地面師ってそういう言葉なのかちょっと怪しいですけど、いいんじゃないですか。なんか地面師、カリスマ地面師。カリスマ地面師 YouTuber じゃないですか。いいじゃないですか。さっき左手に能力の脳に満月の満に寺って書いて、多分ノーマン寺って読むんだと思うんですけど、そんなお寺があったんですけど、それ見た瞬間に頭にふとノーマンリーダスが浮かんでしまったんですけど、完全にデスストランディングのやりすぎですね。僕最近デスストランディングに超ハマってるんですよ。スチーム版のデスストランディングはあれなんですよ、ウルトラワイドモニター対応なんですよね。ウルトラワイドモニターって横に超長いモニターなんですけど、ついこの間テレワーク的にちょっと画面が小さくてもう限界だっつってわめき散らした挙句にウルトラワイドモニター買うっていう暴挙に出たんですけど、やっぱね超いいですよウルトラワイドモニター。普通のモニターって縦横比が16対9なんですけど、ウルトラワイドモニターっていうのは21対9なんですね。だから横に超長いんですよ。まあウルトラワイドっつってんだからまあ当たり前なんですけど、で21対9っていうのがシネスコって言って映画館で見る映画の映像の縦横比と全く一緒なんですよ。だから例えばアマゾンプライムとかで映画を見ると、もう画面いっぱいに黒帯が入んないように映画全部ドカンで見れるんですよ。あれ超楽しいですよ。で逆に YouTube の動画とかはまあ普通16対9の縦横比で作られてるものがほとんどなので、画面の両脇に黒帯が出ちゃうんですけど、まあその辺はまあいっかっつって。であとはゲームをパソコンでやろうとすると、大体のゲームって16対9なんで、やっぱねどうしても両脇にこう黒帯ってやっぱ入っちゃうんですけど、なんかね最近のゲームだとだんだんそのウルトラワイドモニター対応っていうのが出始めてるらしくてですね、ちょうどねデスストランディングがウルトラワイドモニター対応してて、ウルトラワイドモニターでやるゲームめっちゃ楽しいですねあれね。しかもデスストランディングってなんか、いや雪山の中とか荒野になんか荷物を背負って歩いて配達して回るゲームなんですけど、景色がねすごい綺麗なゲームなんですよ。もともとそれウルトラワイドで見れるからもうすごいですよ。迫力も没入感もやっぱちょっと頭一つ抜けてますねあれね。ちょっとそんな感じで最近ねノーマンリーダース大好きなんですけど、さっきのノーマン寺っていうのを見て、まあ本当にノーマン寺って読むのかわからないんですけど、僕にはもうノーマン寺としか読めなかった。そしてノーマンリーダースを思い出さずにはいられなかった。確かアマゾンだかネットフリックスだかでノーマンリーダースがバイクに乗るだけの番組ってありますよね。
ちょっとあれ見たいんだよな。ノーマン・リーダースは本当に愛されキャラですよね。もうあんなあざとい俳優なかなかいませんよね。わお、いい川。やっぱ川はいいっすよね。まあ大体都内の人は近くに川ないですよね、大体ね。いや僕はあの地元が埼玉県の深谷市っていう、あのもう完全に晴天をつけのあの地元なんですけど、利根川が近くにあったんで川は結構ね慣れ親しんで育ってたんですけどね、今やもう道路だけですよ。道路と線路ばっかりですよ。あのなんか薄い円盤状の石投げてさ、水切りとかやるじゃないですか。あとなんか石をなんかめっちゃ積んで、うわなんか虫出てきたみたいなさ、ああいうのやりたいんですよ。やりに行けよって話なんですけどね、ちょっとめんどくさいじゃないですか。これなんか川が近くにあるとさ、やっぱ川の匂いってありますよね。川の匂いなのか湿った葉っぱの匂いなのかちょっとわかんないですけど、川沿い独特の匂いってやっぱあるじゃないですか。あれがふわっと香ってきた時に、ああやっぱ人間はこういう自然の中にたまには行かないとダメなんだなっていうのをね思い知らされるんですよね。やっぱね都会の空気だけをずっと吸い続けて生きていくっていうのはね結構難しいですね、僕には。だからほんとバイクっていう趣味を見つけてよかったですよ。もうまさにこういう匂いをダイレクトに感じられる乗り物じゃないですか。雨と匂いと寒さと危険と。大泉さんも言ってましたね、バイクはそういうもんだと。お、いよいよ看板が出始めたぞ。 P ありだって。口コミを見たらプチハイキングしてこいよみたいな、そんな書き方されてたんで、多分ね P からちょっと歩くんだと思います。ちょっとよくわかんないけど、まあ歩きましょう、ちょっとぐらいね。たまにはちょっとぐらい歩きましょうよ。もう運動不足のゴンゲみたいな人間なんで、こういう時にちょっと歩いとかないとね、退化してね、もう足がない生物になっていくと思うんで。もうちょい先、もうちょい先が P なの。日野原豆腐だって。へえ、豆腐屋さんがあるんだ。おう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 、なんかすごいな。この辺ってもしかしてあの奥多摩周遊道路から抜けると、お、猿じゃん。普通に猿いるじゃん。超普通にシンプル猿がいましたね。すごいな、日野原村。なんか前も俺日野原村で猿見てたな。やっぱ猿めっちゃいるんだね、この辺ね。あれちょっと待って、俺なんか道間違えてませんか今。ちょっと待ってくださいね。なんか Google マップの距離が超増えてるな。あれどうした。過ぎてるじゃん。何やってんすか。猿のとこで過ぎてんじゃないですか。お猿さん、話が違うじゃないですか。いや違う、猿のせいじゃない、俺のせいだ。反省しろ。 OK。 橋みたいなのを渡って右、豆腐屋もしかして。橋、これが橋ですね。はい、橋越えてすぐ右ってことはやっぱそうだ、豆腐屋だ。豆腐屋のとこ横に入んなきゃいけなかったんだ。この先駐車場、おおすごいな、すごい、あすごいじゃないですか。こんな混んでんの。そしてちゃんと誘導の人がいるんだ。さすが東京唯一の日本の滝百選。あ、ちょっとここはローに入れて切ろう。あえてローに入れて切っとこう。 OK。 駐車場からして立派。これは期待大、期待大ですね。
多分見えないと思いますけど、今そこに猿がいますね。猿がなんか木へしょってますね。はい、そんな感じで、あのホッサワっていうのらしいですね。ホツサワじゃなくてホッサワでした。すごい、めっちゃ立派な滝、そしてガチハイキングコースでしたね。めっちゃ良かった。いやー癒されるわ。川の水がね超綺麗なんですよ。そしてこのゴールデンカムイみたいなゴールデンカムイの景色ですよ。こんなすごいな。いやこれね東京なんですよ東京でこんなゴールデンカムイ感あるとこ初めて見ましたね。駐車場から10分15分ぐらいですかね、歩くような軽いハイキングコースになってて、でちゃんとねこの歩道がちゃんと整備されてるんでね、お子様連れでも全然 OK だと思います。これはもう普通にスニーカー履いてくりゃ OK って感じですね。いやーめっちゃいいな、めっちゃいいんだけど、あのごめんなさい、 GoPro のバッテリーをね今日買い持ってくるの忘れたみたいでですね今日多分これでこの映像が途切れるんですけど、あの僕は無事に多分家に帰ってるんで、はい、ご心配なさらずすいませんね、なんか帰りバイク乗りながら喋るバッテリーがもうないと思うんで、ちょっとここで締めかもしれないです。はい、すいません、よろしくお願いします